こんにちは、藤子です。悪い王様と立派な勇者やっていきたいと思います。今回もね、サブストーリー回ということで、あの残ってる2つのサブストーリーをやっていきたいんですが、まあ、この集める系ですね、なんか探してこいって言われているので、そのサブストーリーやっていきたいと思います。まあとりあえずね、一旦集めに出発したいと思います。では行ってきます。はい、どうも、戻ってまいりました。はい、こちらのね、不思議なパンくず、あのヘンゼルとグレーテルのパンですね。で、村に戻ってきました。これね、使うとすごい楽なんですよ。道中カットできるんで、めっちゃ楽に戻ってくれますね。さあ、ではまずはこっちですかね。おはりこたちの修羅場、あのニードとヤーンが、まあなんか生地の素材を集めてきてくださいって言われたやつをね、ちょっと集めてきたんで、私に行きましょう。お前のところだっけな。あ、このちょうど下か。行ってみます。はい、こちらね。さあ、持ってきたよ。戻ってきたのね、ユウさん。お帰りなさいなのね。ほら、私が言った通りなのね、ヤン。あ、本当に素材集めてきてくれたの。はい、これで合ってるかな。そうそう、これ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 ね。ユウさん、ありがとうなのね。すごく助かったなのね。さっきは話の途中で寝ちゃってごめんなさい。ごめんなさいなのよ。ここのところ徹夜続きで巫女衣装の素材集めていたらすっかり眠ってしまったのよ。お恥ずかしいのよ。でもおかげですっきりで元気が戻ったのよ。さあさあ、服を作るわよ、作るわよ。ニードニード、早く。はいはいはい、分かってるのにやん。その前にユウさんに報酬をお支払いしないといけないのね。え、報酬とかいいよ。いや、良くないです。もらい余裕も持っておきましょう。何を言ってるの。ダメよダメ、これは仕事なのなのよ。責任を持って、私たちは割り子をお張り子しているのよ。ヤンの言う通りなのね。これはお立ちんだと思って取ってほしいの、取っておいてほしいのね。はい、少ないけれど感謝の気持ちなのね。ありがとう、大事に使うね。また困ったことがあったら言ってね。素材集めてくるからね。オッケー、完了です。小さなお守り。さあ、ではちょっともう一個のね、物語も行ってみましょうか。そっちじゃなくて、こちらですね。天才発明家の憂鬱だったかな。もう結構前にね、受注だけしといたやつだから、なんかもう半分ぐらい内容忘れてるけど、これもなんかね、取ってきてって言われてたんだよね。何取ってきてって言われてたんだっけ。なんかの材料だよね。いやいや、発明家のイデアさん、持ってきましたよ。なんと、これは見たこともない摩訶不思議な不燃素材ではありませんか。うむむむ、インスピレーションが枯渇していた。アイデアが湧き出てきますぞ。ええー、この胸の高鳴り初めてです。はい、では早速こちらの素材を破損部分にはめて、余ったスペースにこの素材を、そしてここを通しこちらとドッキング。左右のバランスを崩さないように慎重に留め具をつけていけば、ついに完成しましたです。分かっています。今すぐに何か試作をしましょう。では余った素材でユウさんにアクセサリーを作って差し上げましょう。恩人へお礼させてください。いいの。この天才発明家が腕によりをかけて作ってみせますです。はい、ありがとう。何ができるんだろう、楽しみだな。それではとくとご覧あれ。ユウさんの力を引き出すアクセサリーにしましょう。まずはこうしてちょいちょいのちょい、ここからが天才の腕の見せ所。素材を繊細かつ団体に装飾、シュ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 のシュッと仕上げは美しく、キュッキュッキュのキュッ。さあ、できましたよ。どうです、つけ心地は。わあ、すごい、力がみなぎってくるよ。イデアは本当に天才なんだね。あっという間だったよ。もちろんこの発展発明家イデアにかかればこのようなこと造作もないこと。これでイデアのスランプは治った。悩みは解決したかな。もちろんですぞ。これもすべてユウさんのご助言と協力あってのこと。この恩は一生忘れませんですぞ。私、今困ってる人の手助けしてるんだ。イデアの悩みが解決したならよかった。また何かあったら声をかけてね。なんと高尚な思想。僕は感動に打ち震えておりますぞ。おりますですぞ。
もしお困りの方を手助けする際に何か問題に行き詰まりましたら、ぜひこの天才発明家へご相談ください。必ずユウさんの力となってみせますです。はい。わ、本当に嬉しいな。心強いよ。ありがとう、イデア。何々、これ式のこと当然ですぞ。いつでもこの天才発明家イデアにご相談ください。完了。賢いメガネ。はい、ではちょっと、ね、もらったものを見ていきましょうか。あれ、どこだ。あ、持ち物か。はい、上、これか。クリティカルが少し出やすくなる。状態以上に少しなりにくくなる。少しか。まあいずれ使っていきましょう。さあ、こんなところで今まであったサブクエ終わりですね。まあ、完了した質助け、ね、はい、素材を手渡すと早速2人は作業に取り掛かります。今は何も着ていないトルソーがどのような衣装で彩られるか、優は完成がとても楽しみになりました。我が子たち、あの、何かこう巫女の衣装を作ってる人たちだよね。で、天才集めぐり憂鬱、目にも止まらぬ速さで発明開発工具を作り上げてしまったイデア。彼の想像力と技術力はきっとこの先優の力になってくれそうです。なるほどね。なんかアクセサリー屋さんとか開いてくれるのかな。そういうわけではないのかな。スランプを出したことで次から次へとアイデアが浮かんできましたです。はい、優さん感謝しますぞ。なるほど。ではそうですね、 あなた誰、知らない人いる。誰だお前。ではじゃあこのまま少し、そうですね、まあメインクエストの方も行きましょうと思ったけど、なんか新しい人助け出てるな。ああ、お前らか、うん、また今度ね。今ちょっとメインストーリー進めるからちょっと待っとってください。よし、行きましょう。はい、確かどうやらこの下のようですね。ミツハチとミツクマが大喧嘩してる。行くなら気をつけるんだよ。はい、じゃあ行ってみましょう。 OK、 ちょっと一回セーブしとこう。よし、では進んでみましょう。お、走れなくなった。何か新しい地域に入ったのかな。お、誰だお前。旅のトカゲ、この先は蜜結晶の森だ。おいしい蜜に誘われたら、ダムシやらその虫を餌にする獣やらが生息してるぜ。その中でもハニーポットってやつがちょっと変わり者でな。傷ついたやつを見ると敵でも味方でもお構いなく蜜を施してくれるんだよ。そうするとタリアは回復するんだが、しばらく体がベトベトになって敵に狙われやすくなるから気をつけてな。みんな蜜結晶の蜜が大好きなんだな。そんなやつが、そんな危険なやつがいるんだ。お、新しいネズミさんですね。強ネズミ。強ネズミってただのネズミじゃないのか。どういうことだ。乱れ噛みつき、危ない。あ、ちょっと痛いよ。いや、やばい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 。16とか14とか16とかやばいな。チューチュー、お腹すいたチュー。おいしい種、種。とりあえずわからないんで攻撃していきましょう。うわー、でもちょっと、うわ、ダメージがやばくなってきたな。回復アイテム足りるかな。まあ、あ、やばい、体分力の身も少ない。これはまずいかもしれない。旅商人とかいないから、ちょっとその辺でなんか薬売ってくれる人がいるとありがたいんだけど、いないかな。いなさそうだな。何こいつ、気持ち悪い。
キノコとナメクジが合体させられたやつみたいな変なキメラがいる。蜜で覆われたむせ返るほどの甘い香りが漂う森、甘い空気と固有の花に包まれたこの場所は、どこか浮かれた雰囲気で陽気な魔物が多く、誰もが楽しそうだ。独特の文化を持つ魔物たちが生活している場所、蜜結晶の森。へえ、逆さはジャグリングが得意なんだ。蜜結晶の森を進みながら雑談に花を咲かせるユウと逆さ。私のナイフさばきは魔物の中でも一番だと評判なんですよ。私のトレードマークの入ったかっこいいナイフを使ってですね、王様や幹部の方たちに披露するんです。皆さんそれはもう大喜び。私もお偉い方々に顔を覚えてもらえて大喜びってわけです。シュシュッと逆さはナイフを投げるふりをしてみせます。トレードマーク入りのナイフ？わあ、かっこいい。私の剣にも私の顔のマーク入れようかな。ユウは自分の剣をまじまじと見つめます。あれ？でも戦うときは石を投げてるよね。ナイフは使わないの？確かにナイフの方が攻撃力高いじゃん。それがですね、少し前になくしてしまって探しに行きたいと思ってるんですが、そこで逆さがハッと一つ目を大きく見開き、慌てて別の話を始めました。それはそうと、ユウさん、ここからだと三つ熊族の集落が近いですよ。先にそちらでお話を聞いてみませんか？あ、うんうん、そうだね、そうしよう。ユウは逆さの提案通り、まずは三つ熊族の集落へ行くことにしました。なるほど、ナイフをなくしたから石で戦ってる逆さんの話でしたね。ではこの先三つ熊族の巣に向かうっていうところで、ここなんかすごいドロッドロッドロッドロした空間ですね。では次回そっちのね、三つ熊族の集落に向かいたいと思います。今日はこんなところで終わりにします。また次回見てください。ありがとうございました。